店長お疲れ様です。あ、斉藤さん悪いね、残ってもらって。あ、全然大丈夫ですよ。いや、今日はさ、店長がさ、新メニュー2つ考えてきたから、はい、ちょっとぜひ斉藤さんに味見してみたいと思って残ってもらったんだ。え、私でいいんですか？うん、あの、斉藤さんすごいホールで頑張ってくれてるし、はい、あの声も大きいからすごいキッチンまで届くしさ、なんか話してる感じ、リアクションもすごいいいから。え、本当ですか？うん、私あの店長の料理大好きなんです。あ、本当？はい、それは良かったよ。うん、まあね、すごいいい2品になってるからぜひ食べて。あ、ぜひよろしくお願いします。まずね、一品目で使うのはね、はい、これアワビ。あ、うん、すっごく大きなアワビですね。でしょ。まずはね、ちょっと下味つけるためにちょっと塩を揉み込むよ。ぬるぬるになるでしょ。すごい、店長の手さばきでどんどんアワビがぬるぬるになっていきますね。でしょ。はい、よし、もういい感じだ。よし、ちょっと火にかけようか。よし。あ、すごい、アワビからどんどん汁が溢れてきてる。あら、あ、すごい、あ、すごい、いいでしょ。いや、よし、すごい。どう、香り、香りどう、香り。塩の香りがします。でしょ。よし、もし店長と結婚したら、うん、毎日こんな風に料理をしてくれるのかな。どうだろうね。よし、じゃあ皿に盛り付けて。あ、美味しそう。店長特製のホワイトソース。あ、すごい、いっぱいかけてください。ああ、もっともっと。あ、完成。アワビのホワイトソース添え、すっごく美味しそうですね。うん、え、これ食べていいんですか？いいよ。ありがとうございます。うん、美味しい。ソースが濃厚でとっても美味しいですね。うん、意味わかるよね。え、意味？うん、あ、なんかアワビの磯臭さと。あ、違う、この普通にこれの意味ね。意味？分かる。え、ね、なんか見た目のね、この意味分かる。アワビが黒くて。違う、そういうことじゃない。普通にダイレクトに、もうダイレクトに、見たまんまの意味分かるよね。見たまんま、うん、え、ね、どういうことですか？いや、こんばん、こんばん、え、どういうことですか？私とね、店長と、うん、ホテル、え、一発一発ですね。もう、分かるよね、分かるよね。ね、すごいノリノリだったしね。うん、そういう意味だったんですか？行こうか、じゃあ。何やってんだお前。ダメでしょ、こういうことしたら。え、いや、ダメでしょ。いや、ダメでしょ、こういうことしたら。いや、ダメでしょ。なんでこんな気持ち悪いことができるんですか？店長は料理でこういうことをしちゃダメって言ってくれる人がいなかったんですか？こんな気持ち悪い料理作りやがって。でもなんか斉藤さんすごいノリノリだったよ。店長いいって言ってた。言ってませんよ。言ってたよ。言ってませんよ。え、言ってません。言ってたけど。だって味も悪いし、見た目も気持ち悪いし。味は美味しい、濃厚で。言ってませんよ。え、言ってません。濃厚で美味しい。言ってませんよ。なんかアワビがすごいヌルヌルだって言ってたよ、自分が。それはだってアワビがヌルヌルだったらアワビがヌルヌルって言うじゃないですか。最低、店長ってこういう人だったんだ。呆れた。はめられたな、これ。これあれでしょ、ね、ソースもっとかけてってすごいなんかいやらしく言ってたよ。あ、ソースをね。いや、ソース。ソースをね。かけてっていやらしく。ソースをだっつってんの、勘違いすんなバカ。何勘違いしてんだ。え？え？何？え？これ店長の特製ソースですよね。うん。え？なんか入れました。いや、入れてないよ、それは。入れてる顔してね。いや、入れてない。最低。入れてないよ、本当に。それは。このゴミくず野郎。いや、ちょ、本当に入れてないから。最低。入れてないよ。え、しかも2品あるって言ってましたよね。まあまあ一応ね、もう1品用意してるよ。2品目、店長のあそこ出して、これが俺の特製ソーセージだって言って私に食わせる気でしょ。ないから、ないから。いや、それはないから。なんでそんなことできるんですか。デザート、お口直しのデザート。お口直し。いや、お口直し。お口直し。普通に言うでしょ。なんでそんないやらしいことが言えるんですか。いや、普通に甘いデザート用意してたの。じゃあそれだけ食べます。いや、ダメだよ、もうこれ食ってくれた人にね。いや、それだけ食べるんでよこしてください。いや、ダメ。いや、よこしてください。いや、もうそれだけ食べるんで。いや、それはダメ。それだけ食べるんでよこしてください。危ない、危ない。ちょっと、マジでですか。この変態、もういい、私帰る。え、
かなこれ。うまっ。